日本と韓国で野球交流戦実現か。韓国プロ野球を統括する韓国野球委員会 KBO 事務局は20日 KBO の元カメ口ホ・グヨン総裁と日本プロ野球を統括する日本野球機構 NPB の榊原貞之コミッショナーが19日に東京ドームで懇談し、両国のプロ野球チームの交流戦実現に向け協議を進めることを決めたと発表した。元氏は韓日戦が野球の活性化に重要な要素だとし、両国と連携した多様な国際大会や試合を通じてアジアの野球発展のために共に努力したいと提案した。榊原氏は日本のプロ野球について、観客は増えたもののアマチュア野球の競技人口が減少しているため野球人気が落ちる危機感を持っているとし、多様なアイデアを共に検討し野球復興のために協力したいと応じた。代表レベルだからまだ試合になってるけど、チーム単位やとレベル差やばいやろ。2軍でギリやないか。交流することが大事なんだからレベル差はまあええやろ。韓国以下の台湾ともやってるんだし。いや、ここが絡んでも意味ないんよ。もっとアジアを見ろよ。そうか、日本のライバルを育成することでアジア全体のレベルが上がると思うが。いや、勝っても負けても後味の悪い思いをせなあかん相手とやるの見させられても嫌やねん。アジちゃんって何回やな思いした。日本が牽制ブーイングしたぐらいしか思いつかんのやけど。ええやんええやん、台湾も混ぜて日韓第3カ国交流戦とかやったら面白そう。代表レベルならともかく各チームでは相当なレベル差がな。交流なら選手レンタルとかの方が面白そう。一昔前はセパ交流戦も結構レベル差あったし、いけるやろ。韓国敵もハソントリユヒョンジンだけやろ。オーストラリアも混ぜろ。移動大変すぎやろ。良いことではあるけど、台湾とオーストラリアも入れてほしかった。こういう国際交流はどんどんやってほしいね。日米とかチェコとかね。日韓プロ野球スーパーゲームまさかの復活か。代表戦もいいけど、日韓それぞれのプロ野球チームで交流戦面白そう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。